カレル・アンチェルはチェコの指揮者である。南ボヘミア地方のトゥカピの裕福なユダヤ人一家に生まれた。父親は手造業を営んでいた。1924年にプラハのギムナジウムを卒業。1925年から4年間にわたってプラハ音楽院でアロイス・ハーバに作曲をターリヒに指揮を学んだ。1929年に自作の演奏のため初めて チェコフィルハーモニー管弦楽団を指揮する。1930年のミュンヘン現代音楽祭で、初演されたシハーバの歌劇、母の初演を指揮した、ヘルマン・シェルヘンのアシスタントを務めたことが、きっかけとなり、ストラスブールの彼の指揮クラスで指導を受ける。またプラハでターリヒの指導も受け続け、本格的な指揮活動の一歩を踏み出す。1933年には、 プラハ公共楽団の音楽監督に就任。1939年にチェコがナチスドイツの支配下に入るとユダヤ系だったアンチェルはプラハ教を追われる。1942年11月12日、家族全員と共にテレジーンの強制収容所に送られる。彼は月頭においてテレジーン弦楽合奏団を引き、音楽活動を行った。 ナチのプロパガンダ映画、デア・フューラー・シャンケット・デン・ジュデミアイネスタットに出演。撮影が終わると、映画に関わったゲットーの音楽家たちは残らず、家畜運搬車に詰め込まれ、1944年10月15日にアウシュビッツへ移送された。妻のバリーと息子のヤンは、ガス室で命を落とし、アンチェルのみが生還した。チェコが、ナチの支配から解放された後、 アンチェルは楽団へ復帰を果たし、プラハ歌劇場の指揮者、プラハ放送交響楽団の指揮者を経て、1950年には、クーベリックの後任として、チェコフィルハーモニー還元楽団の常任指揮者に就任する。1948年の共産党政権成立に、橋を発した、チェコのソ連営政国家に反発したクーベリックが辞任、亡命して、以来、低迷状態に陥っていた。 チェコフィルを立て直すべく、1950年、主席指揮者として帰り咲き、私の人生で最大の驚きだ、とのコメントを残した。その後は、順調に活動を続け、チェコフィルは、ターリヒジバイの栄光を取り戻す。1959年、チェコフィルを帯同して、来日公演を行ったが、 偶然同時に来日していたカラヤンとウィーンフィルの演奏に勝るとも劣らぬ演奏を披露、日本の工学家の間でも名声を確立した。また、日本だけではなく世界中のツアーを観光し、多数の熱狂的なファンを生み出すなど、大成功を収めた。ところが1968年、アンチェルがアメリカ演奏旅行中に、いわゆるチェコ事件が起こり、 チェコはソ連を中心としたワルシャワ条約機構軍の軍事介入を受ける。アンチェルは旅行先で帰国を断念、亡命の道を選び、同時にチェコフィルの常任指揮者も辞任する。亡命後の1969年に小沢政治の後任としてカナダのトロント交響楽団の常任指揮者に就任する。1973年7月3日、亡命先のトロントで 肝臓病と糖尿病のため死去。65歳没。一体は現在プラハのビシェフラット民族墓地に埋葬されている。演奏は常に引き締まって厳しさを称えたものだが、それが冷たくならず香りや情感を失わない。古典から現代曲まで幅広く網羅したが、ストラビンスキーやマルティヌーなど近現代曲ではその特徴が生かされた。チェコの音楽の解釈でも、 民族的な特徴を安易に強調することはない。大の教育好きトレーニングマとしても知られる。チェコフィルを立て直すために練習を徹底的に行い、時間終了後も式外に残ったり楽屋で練習に付き合ったり、奏者の技術向上へ多大な貢献をもたらした。弟子には、ズデニエク・コシュラー、マルティン・トゥルノフスキー、イルジー・コート等がいる。トロント時代は、 レコーディングに恵まれなかったものの CBC テレビの番組のためにグレン・グールドとベートーベンのピアノ競争曲第5番を共演した映像が残っているこの時の映像は2011年に発売されたグールドのボックスセットオンテレビジョンコンプリート CBC ブロードキャスト1954から1977で見ることができるクラシック族 不滅の巨匠たち忘れぬ名演奏家96人。音楽の者。も者。1994年。8から9ページ。ありがとうございます。